どうもエルカウキのエルダです。はい、どうもデロイン林です。ということでね、はい、前澤友作社長が月旅行をキャンセル報道を否定したというのはちょっと前ここで扱ったんですが、そうですね、どこよりも早くこうすっぱ抜きましたから我々がちょっとそれはすっぱ抜きましたから、俺その自信はない、さすがにわかんないけど、すっぱ抜きましたよ俺全く取材とか行ってないし、うん、いやすっぱ抜いてやりましたよ。これなんだったら俺、うん、ゾゾタウンの服一個も買ったことないし俺服博士の店とかで買ってるから、うん、水道橋博士のどんな箱で来るんだろうな俺もアマゾン最近初めて買って、はいはいはい、あ、こういう箱で来たって、ね、見たことある箱だっつって、はいはいはい、アマゾンでちょっと脱線ですけど、アマゾンで買い物したときに、うん、中身のもの小さいのに箱がでかいからポストに入れておいておけないシステムどうにかしてほしいっていうね。ああ、なるほど。今んとこないな。あ、本当。俺、うん、今んとこない。まあ、家にいたりすればまたそれもいいんだけどね。でこれね、まあ、ゾゾタウンの前澤社長が月旅行をキャンセルって出したのがトースポで、はい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 、でトースポが見出し訂正したんですよ。おというニュースなんだけ ど、はい、でこれまあちょっとその、うん、前澤さんにチクるわけじゃないけど、一応去年のトースポで、うん、前澤友作合力はやめ、うん、宇宙合体の可能性っていう見出しもありましたそこも訂正させた方がいいかも、うん、これ我々はすっぱ抜いてやりました、ね、すっぱ抜いたし、はい、でこれ調べたんだけど結構古いニュースでも出てこなくて、うん、俺ら去年散々ネタでもやったんだけど、やりました、ね、なんだと M1 でもねやったぐらいの、はい、語り継がれてるんで間違いないはず、ね、俺たちしか語り継いでない、語り継いでってるはずなんで間違いない、俺たちのソース基本俺たちだからあんま信用得てないっていう悲しさもあんだけどまあそれ別にいいんだけど、あとなんか、はい、他にもあったね、もっと言っちゃって、うん、宇宙妊娠あるかとか書いてるあのどっかもあったね、その大喜利しちゃったやついるんだ、そう、そこ大喜利でしょ、月大喜利、なるほど ね、それは今ね、うん、カエルで実験して、オートマジャクシで実験するわけですから、いや、ね、いや、まあそうね、ね、それがいつか人間でできるか、そのようなのできるね、うん、あとそのやっぱりキャンセルにね、造形深いでいくと、やっぱ高藤力さんにちょっと聞くのもいいかもしれないですね月旅行ドタキャンだったらどう思いますかとかね許しませんよとか言ってね、あ、うん、ワイドナショーあたりでね、ワイドナショーあたりで出てくるんじゃないですかね、ね、うん、その時にはもう報道バラエティですね、完全に、ね、いや、もうバラエティだわ、まあ、バラエティかあれは報道バラエティとしてみろ。あとね、あのイギリスのメイ首相が辞任表明っていうの、あ、まあまあそうなるでしょうね、ありますけど、うん、なんと、うん、新日本プロレスのトップの社長今メイさんという、ね、あら、これがちょっと俺の中でいや来てますよ。あ、そうですか。そう、お、イギリスは EU 離脱できなかったけど、なるほど、ね、新日本プロレスは独占状態、独占状態なるほど、ね、そういうことです。ただそれだけ、ね、それだけを言いたかった、それが言いたかっただけ俺よく分かってないからいいですよ。で一応俺 L 上田なんで、うん、あの EU って一応自分でたまに言う時もあります、あの略してデロリアン林が DH で、いや俺は言わないけど自分で言ってないからね。ね、で自分で言うと面倒くさいもんね、デリヘル呼ぶときも自分でごっちゃになっちゃうでしょ、ごっちゃになっちゃう間違ってね、俺実家に電話したりするんですよねえ、そして、あ、バーガーキング大量閉店っていうの見ました？お、見てない。日本のバーガーキングが大量閉店になっちゃって、おで、茨城県と京都府は全てなくなると、うん、で赤坂のお店もなんかなくなっちゃうらしくて、あ、東京の？そう、うん、で、なんかね、ラジオのスタッフさん、はい、TBSラジオのスタッフさんが、うん、赤坂なくなっちゃうのか、多分そこでネタ考えたりしてたんじゃないかなと思うんだけど、あ、はいはいはい、で俺もそこを使ってたのよ、たまに。あ、そうなんだ。たまにね、赤坂で仕事差し間の時もあるから。確かに、うん、バーガーショップ、うん、結構やりやすいよね。どういうところで、赤坂は？あの、いや、なんていうの、タバコを吸わない人だったら。あ、そうね。やりやすいよね。今、禁煙が多いのかな？禁煙が俺も全く入らなくなっちゃった。なるほど、なるほど。うん、確かに俺バーガーキング一回も食べたことないかも。あ、本当？ない。バーガーキング美味しいけどね。近所にあるんだけどね。あ、本当、うん。でこれがね、バーガーキングが日本で大量閉店になるちょっと前のこれまたニュースで、うん、バーガーキングがアンハッピーセットを販売し開始した。だけどこれは最後のあれだったのかな。でもこれ日本でなくて、うん、北米の5都市のみでの販売。おという、お試しね。だからこれ日本のバーガーキングが本当のアンハッピーだったっていう。アンハッピー。そう。でこれ俺最近よくね、うん、2つぐらいそう関連のネットニュースみたいのをちょっとこう2つ貼っつけて、うん、僕比較とか好きなんですよ、その善次郎さんで言うとこの、いや、比較、はい、どっちがええとかじゃなくて、うん、いろんないいもんを取捨選択して生きていける、そういう時代に生まれたこと幸せやとはある種思うけどねって善次郎さんも言ってましたけど、いや、いいよ、それは俺も聞きすぎなんだよ、ね、おめえあれ聞きすぎなんだよ失礼だぞ。おい。おい。聞きすぎなんだよ。失礼だぞ。善次郎さんがそれしか出てないみたいな言い方するんだよ。おい。おい。俺しか出てねえだろ。ふざけんな。近年の代表作があれだろ。いい、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 い
ありますよ。善次郎チャンネル YouTube のロボットと漫才やってるのとか。いやいいわ。あとスタンドアップの漫談も。ああ、それまだ見てない。あとは昔漫才コンビだったやつの。ああ、それこそあれじゃないですか、うん、ロボット漫談漫才で見たやつはバーガーショップのネタですよ。あ、そうね、バーガーショップ L サイズ M サイズのやつでしたよ、うんうん、ねえそうなんですけど皆さん見ましょう。でねえ、まあ、でそうそう、このアンハッピーセットが出してちょっとすぐ後に日本が大量閉店するのは、まあ、ちょっと俺的にはなんか皮肉というか、あ、なんか、まあ、なんとなくね、はい、アメリカンジョークっぽいじゃんと思ってね、まあまあ、俺の大好きな、いや、ちょっと、はいはい、なんかね、ちょっと両手広げて、うんみたいな、あの下唇出すみたいなね、はいはい、感じで、でさらに、はい、まあ、リアルアンハッピーってつぶやいたのかな、俺が。で、うんうん、全然関係ないけど、アンラッキー後藤って書いて終わったの。そしたらね、アンラッキー後藤さん、あの、はい、メープル超合金っていう、もう日本を代表するお笑いコンビがいるんだけど、はい、いますね、そこの安藤夏っていう、はい、もう女性芸人ナンバーワン、はい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 、体重の。体重はそうだ、ね、人から久々に連絡来て、うん、あ、リプが来てツイッターに、うん、で、アンラッキー後藤さん、うん、魔石で、うん、私が一番最初にファンレター出した人っていう。へえ、ま、で俺ら、ま、アンラッキー後藤さんって魔石なの？だから昔でしょ、すんごい、分かんないよ、安藤なっちゃんがもしかしたら勘違いしてるかもしれないし、だ、正確に分かんないけど、いや、だからこれ間違ってたら、だから安藤なっちゃんに抗議すりゃいいんでしょ、うん、抗議します。なっさん待っててください、安藤なっちゃんに検討者いらない。マジで、うん、で、うん、そういうことよ。アンラッキー後藤さんって、うん、ネタ俺、まあ、もしかしたら覚えないんだけど、俺らが子供の頃にテレビに女性ピン芸人で出てて、だから傍らにスケッチブック置いてて、いつも相方募集中っていうのを、あ、そっか、置いて漫談みたいなのする。それこそあれだよね、うん、その俺見てた番組だと深川亮さんとかがネタやってる頃ですよ、そういう時代なんだけど、そう、エアロビみたいな。確かね、今なんかライターかなんかなってるみたいなウィキペディアを見た記憶あるな、何回か調べたことあるよね。ライターとかやって、あ、なんか、うん、あ、なんかちょっと嬉しいな、うん、違う違う違う、こんな話いいのよ。なんすか、こんな話しても俺が芸能人と友達っていう話今。いや、ちげえけど。そういうこと。おいね、あ、いや、俺も焼肉をおごってもらったことあるし。本当。いいな。だったら、うん、その時一緒にいたの、うん、広田君だし。あ、誰？広田君だし。元シャイニングスターズの広田もう引退したじゃないか、先月。2011年認定漫才師、うん、誰がわかんだよ。確かあの時広田君だった気がするな。いいね、え、うん、まあ、引退した芸人をね、今週の日曜日僕らのプチ単独ライブに来てもらってゲスト出てもらうっていう。そうですよ、明日ですよ、うん、明日ですかね、はい、非常に俺たちらしい、明後日か、非常に俺たちらしいね、はいはい、ことにしますんで、はい、よかったらね、皆さん見に来てください、はい、でもちょっとトリッキーすぎたんでしょうね、あのシャイニングスターズ広田が決まってからチケットは1枚も動かなかった。やめなさいよ、今のところねえ、やだな、3人で焼肉食ったうちで今俺の思い出の中で、うん、広田さんだけ白くなってますね、うん、なんかモノクロになってますね、そこだけ今。うん、違うよ、広田が真っ黒で、うん、お前は灰色だぞ。カラーはナツだけだから。ふざけんな。と肉だけ。そうよ。だからさ、でも逆に自信持ってくださいよ。なんすか。バイトしてまだやっててすごいよ。このね、俺ね、大したもんだと思うよ。このね、YouTube 配信にね、うん、へばりついてやってます。そうですね。そしてね、これ CNN ですけど。はい、イギリスのレストランが63万円の高級ワインを間違ってお客さんに出しちゃったという。あらまあ、ラッキーだね、お客さんラッキーだね、うん、そう、やだから安いのとすごい似てて、うん、でこれを間違ってワインを出したスタッフに対してどうすんの、なんて言ったと思う、上の人は。何、いや、もう怒鳴り散らかす可能性もあるよな。言ったのが、うん、元気を出せ。え、オーナー猪木した、ね、多分そうだと思う、オーナーが猪木だったんですか。あん時の猪木さん。なんで飲食店やってるでしょ。飲食店やってる。でやってます、ね、くしくも昨日ここで取り上げた、はい、カトゥーさん所属する偽りジャパンの創設者ですからね。創設者です。新日本プロレス作ったのはアントニオ猪木ね、はい、で、うん、偽りジャパン作ったのはアントニオ猪木。あ、一貫して偽物を貫いてますね。さだまさしさん出してる小説の名前、アントニオ猪木。ありましたね、ね、アントニオ猪木ありましたね。そうそう、全部カタカナで、はい、一瞬それで見えるという、はいはいはい、ねえ、ああ面白い。そして、はい、あ、最後にね、はい、山田邦子さん、独立騒動の原因有吉に出頭命令という、
ニュースがあって、まあ、山田邦子の門という舞台をやるんですけど、まあ、山田邦子さんがちょっと太田プロといろいろあったんじゃないかっていうのは、有吉さんのラジオが割と大きく報じられる一つになって、あー、はいはいはい、で、まあ、ちょっとこれ収まった感じになって、悪い人ですね、なって悪い人ですね、あの人は。で、はい、山田邦子さんが、はい、有吉お前が責任取って見に来いみたいな、うん、ちょっと、感じなってるんだ、うん、あ、ちょっとあれですね、サンドリンが楽しみになるかもしれないですね、うん、見に行った後のルポンが、そうそうそう、サンデーナイトドリーマーですか、はい、そうです、有吉さんラジオね、ラジオ、はい、まあそれもいいんだけど、はい、山田邦子さんが真ん中で、まあ、主演でね、自分の舞台ですけど、うん、はい、周りにいる共演者なんかスタッフさんか分かんないですけど、うん、全員が真っ白の T シャツに、うん、赤で925って書いてる T シャツを着てるんですよ。着てますね。これ俺欲しいなと。欲しいね、うん、作れるね。俺は欲しいですよ簡単に作れるね。間違って326俺が着てた時は注意して、ん、急にミツルにハマったのみたいな。ミツル？ミツルって言ったじゃん、ジュークだかなんだっけ、そこら辺の。あ、326って書いてたっけ。ミツルだよ、そうそう、絵本、絵本とかも出してさ。ああ、だったらね、0930 の、 あの奥様の方が、いや、いいよ、奥様の方が食ってくるよ。昔の公衆電話に貼ってたチラシしか見たことないわ。いやいやいや、いただろお前。奥様、奥様、奥様あったけど、デュオいただろ。あ、なに、奥様ってグループがいたんだ。女性デュオいただろ。なんだ、ピンクチラシで有名じゃん、奥様って。ああそう、あ、お前熟女見ないから何、そっちで覚えてんの。そっちで覚えてる、そっちで覚えてる。いや、普通そっちだから。いや、ちげえよダサすげえよ。あ、お前、お前、歌手なんだ。電話してんだ。電話してないわ。電話してんだ。いや、見ねえだろ、あんなもん。電話してないわ、あんなの。違う、俺剥がして回ってたんだから欲しいんだよ、個人的に。コレクターじゃねえよ、コレクターの方だろ。街の景観を壊さないようにしてたんだから。なんだよお前、京都生まれじゃねえだろ、ね、京都ね、景観壊さないと、うん、ね、ごめん、最後言ってたんやけど、もう一個だけ、竹原慎二さんがね、うん、井上尚弥さんが2ラウンド KO を予想していたんですけど、うん、誰にも言ってないのが残念っていうね。いや、もう間違いなく本当だと思うんですよ。本当ですね。ガチンコで予想したと思うんですけど、はい、本当だ、それはそうだよ、竹原さん。これブログの最後は、うん、さて出かけよう、じゃあのとおなじみのフレーズで結んだということで、じゃあのはまだ健在だったんですよ。これがびっくりして、じゃあの、じゃあのですよ、じゃあの、ねえ、わさびに出てたのはジャンレノですけどね。いいよ、広末涼子とジャンレノ一回ぐらい書いてたよね、ブログで。書いてない、ふざけて、書かないでしょ。探せばあるかもな。ただのダジャレのおじさんじゃないか、それ。ジャンレノあるかなあるかもしんねえよ。ねえ、そういうことや。これちょっとみんなに見つけてもらいましょう。竹原慎さんのブログは、はい、ジャーノジャーノでしょ、で終わると、終わるということで、いうことです。といったところで、はい、皆さん、ジャーノジャーノ